はい、おはようございます。深山です。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、今年に入って、初めてのですね、ニンニクの追肥っていうね、追肥を行っていきたいと思います。この今画面に映っているこちらはジャンボニンニクになります。だいぶね、霜にやられてしまって、このようにね、葉っぱも枯れていたりとかね、こういったような状態もありますけど、この2月の追肥を行ってですね、しっかりと生育をさせていきながらですね、収穫に向けていきたいと思います。で、今日お伝えするのはこちらのニンニクの、追肥と、あとはですね、収穫までの、管理、そういったところについてですね、お伝えをしていきたいと思います。まず追肥と、あとは防除対策ですね、そういったところについてがメインのお話になりますので、最後までね、お付き合い願えればと思います。で、一つ目は僕が使っている、肥料はですね、こちらの化成肥料のオール8というものになります。で、これは窒素リン酸カリウムが888とね、書かれているものですね。そのような成分が含まれている、野菜に適したですね、肥料になりますので、僕はよく一般的に使います。これ玉ねぎの追肥にもよく使いますので、このような追肥をですね、こちらのニンニクの方にもですね、やっていきたいと思います。で、見ての通りまだね、このように小さいものもあります。で、ジャンボニンニク今年初めて栽培するので、実際ね、どのように栽培していけばいいのかっていうところで言うと、一般的なニンニクの栽培と同じようなやり方でですね、やっていきたいと思います。で、こちらはジャンボニンニクになりますけど、こちらはね、一般的に市販されている、ニンニクですね、六片ニンニクとかですね、そういった普通のサイズの、ニンニクになります。こちらもですね、やっぱり冬の霜の害をね、少し受けてます。ただこういうものもですね、新しい芽がですね、このように中からですね、芽がどんどん出てきてですね、これ3月お彼岸明けぐらいからですね、もうどん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 成長して、本当にね、大きく60センチ、70センチとかっていう風にね、大きく生育していきます。やがてね、塔が立ってですね、ニンニクの芽が出てきたりとかっていう風になってですね、収穫をやがて迎えていくっていうところまでね、栽培の管理をしていくんですけど、それに向けてですね、今日は2月の上旬に、まず一発目、追肥っていうのを行います。追肥を行うにあたって、気をつけていくのがですね、この4月以降の、防除対策になります。で、ニンニクの場合は、比較的サビ病に侵されやすくなります。これが4月に入ってくると、顕著に出てきますので、このようなサビ病をですね、防除していくっていうのが大切になります。薬剤を使えば簡単なんですけど、薬剤をね、比較的やはり皆さん方も、僕もそうなんですけど、使いたくないっていうのがね、やっぱりあると思いますので、そのためにできることっていうことをですね、今日はお伝えしていきながら追肥もしていきたいと思います。で、まずですね、防除対策として何が一番重要になるのかっていうとですね、このような雑草ですね。こういう雑草です。冬の雑草ですね。これこのままにしておいたまんまでですね、ここに追肥をするとですね、この雑草もものの見事に大きくなっていきます。ですから、このような雑草はですね、この小さいうちにですね、取り除いてあげるっていうのが一つあります。あとはこのような枯葉ですね。こういうものもできるだけね、取り除いてあげるといいですね。追肥の効果を上げるために、こういう枯葉、こういうところにですね、栄養が、行きやすくなってしまうとですね、この後ここから伸びてくるものにですね、やっぱり肥料分っていうのが少なくなっていきますので、枯れたものについてはですね、できるだけね、取り除いてあげるといいです。こういう枯葉をですね、できるだけね、取ってあげる。で、雑草も取り除いてあげる、ね。こういうことをしてあげましょう。
で、ここから追肥というふうに、ね、なりますの で, で追肥についてはですね、まあ、大体この化成肥料ですね、一つまみ程度こんな感じですね握ったらですね、まあ、株元付近にパラパラとねこのように撒いてあげます。そしたら土の中にですねこのように、ね、突き込んであげてですね、こちらもですねパラパラとね撒いたらですね株元付近にこのように突き込んであげましょう。全体的にパラパラと撒いてもいいんですけど、このようにね株元付近にねしっかり入れてあげることで、無駄にね肥料を使わなくて済みますので、ここに植えてある、株自体はですねそれほど多くは植えてないですね。他の畑にもニンニクは植えてあるんですけど、そちらの方はねたくさん植えてあるんですけど、株自体がそれほど多くなければですね、このように株元付近にねパラパラっとね株元付近にこのようにパラパラっとね撒いてあげていきます。でちなみにニンニクの追肥は僕の場合はですね、この2月の追肥で、終わりにする、またはですね、まあ、株の生育状況を見てですねもう一度3月にもう1回で、ここから先はもう追肥はやりません。これ以上先に追肥をすると病気にねなりやすくなってしまいますので、そこら辺はですね株の生育状況とかそういうものを見ながら追肥をしてあげるといいと思います。こんな感じでね全体的に追肥をしてあげます。ニンニクは4月に入ってくるとものすごくねぐん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 生育してきます。ですからできるだけねその生育していく前にですね防除対策っていうのが結構ね必要になってきます。この防除対策をしておかないとやっぱりサビ病にねかかりやすいんですね、このニンニクというのが。ですからサビ病にかかってしまうと、まあ、葉っぱがですね、まあ、錆びたようになってきますんで、初めて栽培された方はですねサビ病って一体何だろうと思うかもしれないんですけど、本当にね葉っぱが錆びますので、錆びますというのは実際には錆びではなくてカビなんですけど、錆びたような感じになりますんでね、そのようなことがね、もし見受けられたらですねすぐにその葉っぱを取り除いてあげたりとか、あとは出てからではね比較的遅いので、まあ、僕の場合はですねこの3月下旬ぐらいには苦土石灰を撒いてあげてですね、まあ、土壌をちょっとねアルカリ化にしてあげて、あとはカルシウムとかね、あとはマグネシウムとかそういったものも含めてこの株に与えてあげることによって美味しいねニンニクになっていくようになります。でアルカリ化させることによってカビとかね、そのようなサビ病ですか、そういったものをですね防除できるようになります。必ずってわけではないんですけど、そういう効果がねだいぶ期待できますので、心配な方はですね3月下旬ぐらいに苦土石灰をですねパラパラっと、まあ、僕が撒くのはこのやつなんですけど、それをパラパラっとね撒いてあげるといいと思います。でここで追肥がね、終わりましたので、最後お水をねかけていきます。このようにねかけてあげて、で先ほどの化成肥料をね効果的に浸透させるために
水をまいてあげるんですけど、この水をまくのもですね、今まだ2月で、今日が2月4日の立春ですか。暦の上では春になってるんですけど、まだまだね、寒い日が続きますので、まだ霜も立ちます。ですから、水をあげるときはですね、やはり昼間がね、一番いいです。夕方にあげるとどうしてもね、凍ってしまったりだとかっていうことで、この株を傷つけてね、しまうことになりますので、まあ、水を与える場合は昼間が一番いいと思います。ということで、ニンニクの管理ということで、まずは2月のね、上旬、今日は4日ですか、追肥の方を行いました。まあ、この後、まあ、先ほども言ったように、株の状態を3月中旬ぐらいにもう一度ですね、見ながらですね、追肥が必要かどうかを決めていきます。まあ、3月に入って追肥は、なるべくね、やりたくはないです。やっぱり病気になりやすくなっていきますので、まあ、できる限り今のこの追肥で声止めということでね、行っていきたいんですけど、まあ、そこら辺はあと1ヶ月ちょっとですね、様子見ながらになります。で、最終的に3月の下旬にはこの株にですね、苦土石灰をですね、パラパラパラっとね、撒いてあげて防除対策をしながらですね、いきます。で、6月に入ってくると、もう、塔がね、立ってきます。もう、株自体もだいぶ大きくなってですね、大きいものは1メートル近くまで大きくなりますので、やがて塔が立ってきてですね、ニンニクの芽が出てきますのでね。で、ニンニクの芽が出てきた頃に、ニンニクの芽を摘んであげます。で、それから、徐々に枯れていきます。この株が。だいたいそうですね、ニンニクの芽を摘んでから、2週間後ぐらいが収穫の目安になります。その頃にはもうだいぶね、この葉っぱも今は緑ですけど、これが枯れてですね、収穫の適期ってなっていきますので、で、また収穫するときもですね、これ抜くときが結構大変になったりするので、抜き方とかね、収穫の仕方っていうのもありますので、またそこら辺のところも、徐々にですね、動画の方で、皆さん方にお伝えしていきたいと思います。ということで、今日はですね、2月に入って、ニンニクの追肥ということでね、あと防除対策ということで雑草をね、抜いておこうということをね、やりました。あともう一つありました。言い忘れてしまうところでしたね。もう一つはですね、このニンニクの畝の肩ですね。この肩の部分ですね。こちらをですね、しっかりと水を切って排水性をね、良くしておく。そうすることによって、この畝の中がですね、しっかりとした、保湿性、保温性、このマルチにね、覆われて、いい状態で土がね、過ごしていくことができますので、まあこれも病気対策の一つになりますので、しっかりとね、水を切ってない方は水を切って、水路をね、しっかり作ってあげるようにしておきましょう。ということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。どうも。